山口直義明治27年6月12日は、日本の氏族、官僚、政治家。父は、山口直義通称は、藩蔵。幼少の頃から、佐賀藩武雄領主、鍋島重義氏に将来性を見込まれ、佐賀藩主、鍋島直政の命令により、他の藩士師弟らと共に、長崎に留学し、オランダ語や蘭学を学んだ。また、 同藩の大隈茂信、添島種尾らと共に、当時ちょうど来日していたグイドフルベッキに、長崎英語伝習所で英語を学んでいた。帰藩後は、翻訳法典連兵係として勤務する。幕末の政治状況の中で、薩摩藩や長州藩の武士と交流し、薩長連合にも尽力したという。また岩倉ともみらにも接近し、王政復興後は、統制軍に従軍。 江戸会場に伴い、薩摩藩の小松立脇らと共に、江戸へ赴いた、岩倉施設団のサンフランシスコでの写真。左から木戸高義、山口直義、岩倉智美、伊藤博文、大久保利道。新政府においては、明治元年3月に、外国事務局御用係、4月に、外国館、5月に、大阪府判事司法、9月に、越後府判事続いて、 東京不犯事件外国係、11月には外国官犯事になるとともに、函館不在金を命ぜられ、15位下に除せられる。明治2年1月、長崎に出向き、古別期に対し、東京に新たに大学を作るため招聘する旨伝え、古別期はこれを受諾する。4月に外国官犯事件東京不犯事となり、通称思想活を命じられる。月、 会計官判事を命ぜられ、6月には会計官判事をもって大阪府在勤を命ぜられる。7月、大倉大輔と民部大輔を兼務した同郷の大隈重信を補佐して大倉大進む兼民部大進むとなる。明治3年5月、北海道開拓御用係を命ぜられ、明治4年8月には外務省有に転じた。同年10月、 14位に調された上で、米王の視察及び条約改正の下準備として、岩倉を全県大使とした岩倉県王施設が、派遣されるに及び団員となり、大久保利道、木戸高義伊藤博文と並ぶ福祉に任命されて、明治6年9月まで各国を歴訪した。その際、四足、春太郎を帯同し、彼を英国に留学させたまま帰国する。 帰国後に起きた政官論争においては、大久保、木戸らと共に、玄関施設反対の立場を取る。このため、明治7年2月に政官論を唱えた江藤新平らが起こした佐賀の乱においては、政府軍の側に立って、鎮圧に尽力した。まず、故郷、竹雄の元領主、鍋島茂明やその家臣であった氏族を設有し、反乱への応を抑止した。また、 自らは、2月12日、長崎に入り、海軍警備兵を率いて、大村、竹雄を経て3月1日に、佐賀に入場、乱の鎮圧に当たった。なお、佐賀の乱の際、竹雄は、反乱軍の脅迫に、屈指64名の兵士をやむなく、乱に派遣していたため問題となったが、直吉は、 鍋島茂明が新政府軍に提出する予定の謝罪文を添削するなど竹尾の罪を免ずるために努力している。明治8年4月、元老院議官。明治13年には元老院幹事となり、会社並組合条例審査総裁となる。明治14年5月、前年に設置された会計検査院の初代委員長に就任し、7月に君に党に助せられる。 しかしながら、大隈重信が新政府から追放された、明治14年の政変の影響で、同年10月に会計検査委員長の職を辞し、参次委員の議官となり外務部長兼軍事部長に任ぜられる。明治15年から明治16年にかけては、改憲令、新韓両国在留のお国人取締り規則、徴兵令改正案が元老院審議に付されるに、当たり内閣委員に命ぜられる。 明治18年10月、正四人に除され、12月、三次委員が廃された後は再び元老院議官となる。明治19年10月、十三人に除され、明治20年2月、高等法院賠席裁判官となる。明治23年9月29日、貴族院議員に直選され、同年10月20日、元老院が廃止され議官を非職となり、 近景観志向を仰せつけられた。明治27年5月、重病に当たり生三位に除せられ、6月12日、死去、去年56、君一等随法賞を受賞。墓所は、青山霊園。なお、山口直義の屋敷跡は、竹尾市の花島にあり、現在は、公民館の敷地となっている。また、公民館の横には、昭和5年に、 地元の有志により建設された記念碑が立っている。ありがとうございます。